アイタンこと、オスバルド・ニコラス・ファビアン・ガイタンは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身のサッカー選手。CA ペニャロール所属。ポジションはミッドフィールダー。ボカジュニアーズの下部組織出身であり、2008年6月1日のアルセナル FC 戦で、トップチームデビューした。8月31日の CA ウラカン戦では、プロ初得点を含む2得点を挙げた。 9月23日、コパスダメリカーナのルジュキト戦では、国際大会で初となる得点を挙げた。ルジュキト戦の2日後のニューウェルズオールドボーイズ戦では、再びスコアボードに名前を刻んだ。10月26日の CA ロサリオセントラル戦では、ロスタイムに決勝点を挙げて、チームを勝利に導いた。2009から10シーズンはフォワードなど本職でない。 ポジションにも挑戦し、9節の CA、ティグレ戦では2得点、11節の CA、チャカリタジュニアーズでは1得点、15節のクラブで、ヒムナシアイエスグリマラプラタ戦でも1得点を挙げた。2010年5月3日、ポルトガルの SL ベンフィカへの移籍が確実となった。6月3日に入団記者会見が行われ、 かつて、シモン・サブローザや、アンヘル・ディマリアが背負った背番号20を受け取った。SL ・ベンフィカは、ディマリアをレアル・マドリードに放出しており、その代役を探していた。遺跡金は840万ユーロであり、オスカル・カルドスを獲得した、際の1160万ユーロに次いで、SL ・ベンフィカ史上2番目に高額な遺跡金であった。 SL ベンフィカでは左翼を任され、アカデミカコインブラ戦でデビューを果たした。ナバル戦で遺跡後初得点を含む2得点を記録した。2010から11シーズンは26試合に出場して7得点し、ジョルジェ・ジェズス監督のチームで軸となる選手の一人であった。2011年6月30日、同シーズンの最優秀若手選手賞を受賞した。 2016年6月15日、スペインリーガーエスパニョラのアトレティコ・マドリードへの移籍が決定した。契約期間などについては明らかになっていないが、移籍金は2500万ユーロになったと、ベンフィカ側から発表された。2018年2月26日、中国の大連一方足玉クラブに加入することが発表された。2019年3月14日、 シカゴファイヤーに完全移籍。2020年2月1日、リールに、シーズン終了までの契約で移籍した。2020年8月30日、1年、延長オプション付きの1年契約で、SC ブラガに加入。2021年8月30日、ウルグアイの CA、ペニャロールに2022年6月までの契約で加入。2009年9月30日、 ガーナとの親善試合に途中出場してアルゼンチン代表デビューした。2010年1月26日のコスタリカ戦で初めて先発出場した。2014年10月14日の香港との親善試合で代表初得点を含む2ゴールを挙げた。ありがとうございます。